フォルツァスタイということで、前回に引き続き今回は、新作 と、注目作をいい、ね、ご紹介いただけるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこちらがロングアイランドの新作。お、20周年というのはいはいですね、うん、1にハートがついてます。おかわいい。おなんかどうして1の1なんですか。ハートが1のハートもフランク本人 の、 あのインスピレーションから、はい、1のハートになっております。なるほどなるほど。これはあペアウォッチになってるんですね。はい、じゃあレディースを私お借りして、あ、こっちもハートがついてて、どっか違うんですかね、一緒かな。6時にこっちはレートがありますね。レートがあるんだね。で、こういう感じ、こういう感じですね。こういう感じだね。こういう感じですね。どうすかどうすか、どうすかどうすか。ちゃんとダイヤがキラキラ、ハートの中に。こんなペアさりえなくていいよね。そう、うん、照れずに大人でもできそう。そう、かわいい。あ、だからほらこのお店に2人で来て、うん、カップルで、そうそう、あのデートで来て、いいですね。でこれくださいと。はい、あもう今ねクリスマスやら、ね、お正月やら近いですから。そうそう、これ限定なんですか。はい、うん、そちらメンズが30本限定で、レディースが50本限定で、あレディースの方がちょっと多いんだ。でも可愛いですねこれ、すごい、うん、でも早いもん勝ちだよね。だいぶ、はい、そうだよね、すぐなくなっちゃうかも。早く来ないと。はい、福田さんが煽ってるというわけでね、はい、あなるほどなるほど、かわいいです、はい、ありがとうございます。でもう一つあるんですね、はい、新作が続いては、全面ダイヤ。うわすごいすごいすごい。これもロングアイランド。なんか何ですのそれ、なんか X が2つ付いてますよ。だから20周年だ。おお、これ記念モデルですね。そうです、こちらは3本限定、はい、3本、3セット限定、3セット、あっこれと、あ、はい、これマルちゃん、マルちゃん、失礼します。これ日本で3本ですか、はい、世界で、世界で3本、世界で3本だから、 このペアなんだ。はい、おお、かわいい。ワンセットか、ワンセット、すごい。これはタキシードですかね。そうです、これは多分ネックレスをし、女性の首元的な、うん、なんか遊び心あふれるかわいいデザインですね。すごいキラキラだよこれこそ。だからほら、これからのクリスマスパーティーとか、はい、絶対こうアイキャッチになりますよね。ね、人と絶対に被らなさそうですねこれだったら、うん、だって世界に3セットしかないんだもん。貴重ですね、すごいな。え、その世界に3セットのうちの1セットがここにあるわけですね、はい、これこそまさに早いもん勝ちだよね。いやそうです、今日見れてよかったですねこれ。そう、次来たらないよねきっとね。多分ないと思うな、うん、できればだからあのね、あのこの番組の視聴者に買ってもらいたいなみたいな。そうですね、なんなら早いもん勝ちですよ。腕玉買いだったり腕時計魂ハッシュタグで、そうそうそうね、はい、投稿してください。そうかありがとうございます。が、目下の最新作、うん、いいですね。で他にもおすすめがあるんですよね、うん、はい、はい、こちらがヴァンガードのクレイジーアワーズ。あ、ヴァンガードでクレイジーアワーズ。そう、遅刻しちゃう、そう遅刻しちゃう時計のヴァンガード、うん、とてもお似合いですねこれね。あのね、ヴァンガードの付け心地がね、はい、いいのよこれ。あ、あの大きいんですけど、そうケースのね、あれがね、はい、私の手首でも大丈夫そう。それがね絶妙なんだよね。うん、なんかこんなにフィットするって思わなかったですね。 それだから、うん、そのサイズ女性がしてるのもおしゃれね。かっこいいですよねこれね、うん、じゃん、またその白ストラップがいいよね。そうですね、これすごくかっこいいですよ、うん、ほら、まあ、遅刻をしないようにという、ええ、なんか携帯見ながらこれ見ながらみたいになっちゃいそうですけど。そうねそれは基本楽しいですとても、はい、でこちらが、こちらが2851サイズという、あーあの2851っていうのだから92年にその一番最初に登場した、はい、
トノーカーベックス の, あのご婦人がオーダーしたっていう、そうそう、だからその86年、まあ86年と言われているんだけれども、はい、そのご婦人がオーダーしたそのオリジナルのままで92年に登場したのが、まあ、このサイズ、この形、へえ、なんか変わったものを作ってよって言ったらこれが出てきたの、そうそう、小さいサイズだよね、なんかちょっと細身というか上品な、うん、これすごくいいんじゃない、だからもともとご婦人のために作ったぐらいだから、うん、なんかいろんなお洋服にこれは合いそうですね。ちなみにそのご婦人のために作った本当のオリジナルっていうのはパペチャールカレンダーにミニッツリピーターが載ってたっていう、あのびっくらしますね、そうだからあの本当にグランドコンプリケーションだったんだけど、このサイズってすごいよね、あギュッとギュッと凝縮してますね、うん、すごい、いや これですら結構すごいのに、これはグランギッシェ、そうです、グランギッシェっていうのはあの大きな窓っていう意味で、はい、うん、あの12時1時にカレンダーがあるでしょ、はい、だから、まあ、大きな窓で大きな日付表示をしてるっていう、だからこれはあのディスクが2枚でいわゆるあのビッグデート、うん、なるほど、でもね、その御社ダイヤルもいいし、なんかこう何のことはないって言ったらすごく失礼なんですけど、シンプルにとても愛のあるデザインですね、うん、前回お話ししたように、はい、全てがこう3次元カーブで、だからダイヤルもカーブしてるから、うん、それにこうそう湾曲してるんですよね、全てが、だから業者模様が入っていて本当に、うん、目が回る引き込まれてしまう、はい、でこれがロングアイランドですね、こちらもロングアイランドの新作でステンレスケース、はい、18金のコンビです、そうなんだ、珍しい、ステンレスケースのロングアイランドだって、へ、これ今までこの組み合わせはあったんですか、あのこちらあのステンレスケースはあのご用意はあったんですが、こちら の,、はい、あの18金とコンビのタイプは初めてです、これおしゃれだよね、うん、かっこいいですね、なんかニューズもねゴールドでかわいい、これだから今までとはちょっとまた、うん、違うなんか表情ですか、うん、うん、どういうでも、はい、女子がすると、うんうん、なんか頭良さそうですか、なんかボーイフレンドの時計借りちゃいましたみたいな、なんか色っぽいですね、そうやって言うと、ね、いいよね、はい、おしゃれ、でもなんか今日のこのほらちょっとライダースっぽいような感じにも、はい、いいじゃない、あら、そうやっていただくとちょっとね心惹かれてしまいますより、ね、素敵です、あいいなそれ、うん、なんかこう手首に乗せるとより良さがね分かりますね、うん、ありがとうございます、まだこれで最後じゃないんですよね、そう、あのね僕がねわがままを言ってね、はい、うん、見せてくれ見せてくれって言ったのがそれ、うん、お、これあの特別だから新しいってわけじゃなくて、カサブランカってほら、はい、もう永遠の定番というか、そうね、うん、ここ最近ね改めていいなと思っていて、うん、でこれカサブランカってこれあの見てわかるように、だから元はトノーカーベックス、はい、だけどトノーカーベックスってあのほら貴金属ケースで出てくるわけなんだけれども、それはまあステンレスで、あのだからカジュアルっていうか、まあ、要するにトノーカーベックスのデザインを継承した、まあ、スポーツライン的な、だからカサブランカってだからあの旅の時計だから、うん、だからステンレスケースで作るんだけれども、まあ、当時の技術でこのね複雑なカーブを作るってすごい難しいことで、だからあの実際に考えてるほど簡単なことじゃなくて、で、まあ、フランク・ミュラーの作品ってあの往々にしてもフランク・ミュラーあるあるなんだけど、なんでそんな面倒くさいことやっちゃったのっていうのを誰も止めなかったのかなっていうふうにだからこれなんかも実はそうで、あのポロッと出てきたから、あのフランク・ミュラーのステンレス の, あのなんかまあ廉価版みたいに思っちゃった人もいるんだけど、とんでもなくて大間違いですと、うん、だから18金の方がステンレスより柔らかいわけだから、だからゴールド、そうだからゴールドケースだから作れてたものを硬いステンレスで作ったっていうとんでもない時計で、でまあ ね、だからまあそのデビューの年からもう随分経ってるから、まあ、完成度もどんどん高くなって、だからもう
だからあの早い話が最初はね確かね削り出してたんですよね、はい、ステンレスをこのカーブを作るのに、はい、でまあ今はこうプレスで作るんだけど、はい、もちろん1回じゃプレスできないからもう何回も何回もっていう、うん、お疲れ様です。だからねこれはね、はい、本当にね、まあ、2週3週して、はい、今再び見たび読んだりやっぱりいいなと、うん、やっぱりいいなっていうんでね、うんうん、とても欲しい時計で。どう？あ、ごめんなさい、失礼します。なんかこのダイヤルもねすごく素敵ですね。そう、なんかそういう力説しちゃってるけどね、うん、なんかでもきっと欲しくなっているソウルメイトの皆さんいらっしゃるんじゃないですかね、この説明で、うん、いいんじゃないかなと。どれも良くて困っちゃいますね。そう、うん、でもすごくそのステンレスで作ることが意義があったんですね。そう、うん、それはね、うん、だから今更欲しいです。今更っていうのもあれだけどね。いや今すごく良さがまた欲しいです、はい、うん、伝わりました、ありがとうございます。それともう一つね、これも僕がリクエストしたね、はい、まあ、これゴルフウォッチって言えばいいんですかね、はい、そうですね、うん、これもうほらゴルフボールのディンプレーになってるゴルフですね、ゴルフボール。これ何年でしたっけ発表されたの。これかジュネーブで見てね、で、いやジュネーブじゃないの、僕初めて見たのあれだ、京都の、京都です、京都でね、あのだからジュネーブでほら、はい、発表会をやるじゃない、あれの京都版っていうのがあ、そうなんですか。でフランク・ミュラーさんが京都が大好きなんで、で京都にその、まあ、あの VIP のお客さんとかを、うんうん、ま、招いて、はい、まあ、そこで新作発表をするっていうんで、まあ、僕ら取材に行ったらこれが置いてあって、何これとかって、でゴルフボールみたいでしょ、びっくりしますね、初めて見たら。そうでゴルフウォッチなんだって言われて、でこれねいろんな色があってね、黄色とかね、はい、で綺麗なのね、うん、でその、まあ、新作発表で見ていつ入荷するのかなと思ったらなかなかね出来上がってこなくて、これもあのフランク・ミュラーあるあるなんだけど。そうなんですか、うん、発表はしたけどなかなか入荷しないっていうね、なんか納得のできるものが、うん、そうだ、できない限り。だからそのまあ目を引くし可愛いし、まあ、ポップだしで、そうですね、でまあほらゴルフ好きの人も多いじゃない、うん、たまりませんね。だから結構ねこうバックオーダーがあったらしくて、あの日本全国 の、 あのフランク・ミュラーはお取り扱いの正規時計販売店で、あの子はいつ来るのと、というのがねやっと最近安定して入ってくるようになったというの で、はい、これね、はい、失礼します。ボタンを押してね、はい、カウントができるの、スコアとリセットって書いてありますね。そうそうそう、で緑を押していくとね、はい、何で打ったかっていうのカウントできる、緑ね、じゃあ押します、うん、お、そう、1、2、3、4で、うん、でこれでオレンジはで戻るという、え、あ、ほんとだ、うん、いいでしょう、はい、これ下手くそな人はダメなやつですかね。そうね、あの 10までしか打てないやつだからね、はい、いや、でもとても可愛いです。がね、さっきそのケースにあったんで実物見せてほしいって言うんでそこに出してもらったこれは楽しいですね。そうそうそう、うん、そうか、京都で発表されたんですね、これ。この何ですかね、ベルトのところまでちゃんとゴルフボールになってて、はい、すごい、はい、そういうね遊び心がねいいですよね、楽しいよね、楽しいです、うん、いやいや良かったです、ありがとうございます。というわけでこれが、まあ、目下の最新作、はい、プラス、まあ、新作とあと福田的気になるもの、ね、はい、という感じで丸山的気になるものありました。いやーもう悩んじゃいましたけど、うん、私一番驚きだったのはこれですね。おー、バンガードのクレジャーワーズ。そう、もっと絶対に何だろう、私の手首は気に入ってくれないかなと思ったんですけど、意外としっかり
そうだからホールドしていただけて、あのカーブの絶妙さはねすごいんだよね。だから僕も最初このバンガードが出てきた時にはね、つけ心地悪そうだなって、見た目でね、なんかねごめんねっていう感じです。 そんなこと言ってだけど、その撮影の時とかにこう、はい、ね、これすごいなっていう、ね、計算し尽くされているんだろうなと思いました、うん、あとはやっぱりごめんなさい、これです ね、 そうだね、その元祖の元祖みたいな、はい、だけど自節柄これもおすすめよ、うん、ただあの残念ながらセットじゃないと買えないっていう、 それはね確かに、だって一緒のお家にきっと帰りたいでしょうから、うん、この子たちも可愛いです、ね、これから年末に向けていかがでしょうか、いかがでしょうか、とってもキラキラしております。日本にワンセットしかないからね、まあ、ぜひ良いところにお読みに、腕玉買いでね、はい、ありがとうございます。まあ、そういうわけで、いや目が楽しかったです、今日も。ということで、はい、フランクミラーたくさん見せてもらっちゃったけれども、はい、沼に両足突っ込みかけてます。だけどね、あの、まあ、一番言いたいことは、はい、このお店に来てほしいよね。あのこの雰囲気は他では絶対味わえないので、うん、ぜひ来てほしいですね。そう、あそこのドアを開けるのはちょっと勇気いるかもしれないけれども、本当に何だろう、ずっといたいような気持ちのいいような、そう、だからおすすめはぜひカップルで、うんうん、まあ、もちろん一人でもいいけど、カップルで来て、まあ、二人でお互いに時計を選び合うとか、あのゆっくり見えるんですよね、とっても。そうそう、うんうん、で、あ、本当にあの男性はもちろんだし、女性もあの楽しめる時計がたくさんあるんで、そう、美しいのでぜひぜひ、うんうん、ということで、次回もまたどこのブランドに行こうかなという感じなんで、うん、あの楽しみにしていてください、はい、では、はい、また次回。